あなたのおかげで助かりました。こちらコンサートの参加者にお渡ししているアモールカードと記念品です。それから演奏の報酬についてですが。その話なら私がするよ。呼び出し料に紹介料、そうだね、あとは例の駆け落ちしたピアニストだが、愛するパートナーと共に誰にも邪魔されぬ街へと旅立ったそうだ。君の演奏はこのホテルだけではなく恋人たちも救ったようだ。次は私のステージにも遊びに来てくれ、可憐な愛のキューピッドたち。コースターを回るならウィリーが便利ですよ。ティファ、エアリス、なんでこんなところに。ジョニーこそ、それどうしたの。シンラの重役の荷物だよ。これからホテルまで運ぶところだ。シンラってジョニー、あんなにシンラのこと嫌ってたじゃない。市長の命令さ。あの人は俺の恩人だから。俺はもう土房を這いずり回るネズミじゃない。リゾートウェア似合ってますね。ビーチに入りますか。じゃあ行こう。かっこよくね。おお、レッドどうかな。ティファはクジラのようにおおらかで、エアリスは巻き貝のように巻き巻きだな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。緊張感ってもんがねえぜ、まったく。お待たせ。クラウド、どうかした。え、いや、ここは、その、日差しが強い。気をつけろ、焼きすぎると痛い。後でな。日焼け対策は万全かな。あ、オイル塗りっこしちゃう。おい、道開けろ。ホージョ、なんだ君たちも来ていたのかね。ああ、今日の目的はエアリスじゃない。もちろん協力してくれるというのなら歓迎するがね。お断りします。それよりこれから私の見せ物が始まる。君も参加するかね。ん？もう前だ。楽しみ。どうだ、私の助手にならんかね。生活はシンラカンパニーが生涯保証しよう。
今考えている実験には女の助手が必要でね。そう、新たなる英雄の登場だ。さすが博士。英雄には万人が知れる美しさが必要なのだ。英雄は出世や功績だけではなく、印象に対して与えられる称号だからな。どんぶらこっこー、どんぶらこっこー。理解できるかね。よくわかんないけど、すごい。ようこそいらっしゃいました、博士。娘たちは気に入っていただけましたか？博士の白衣、セクシーで素敵。ねえ、そのメガネ、私に磨かせてくださらない？博士、甘いフルーツはいかが？はい、あーん。ねえ、君も呼ばれてきたのだろう？何の話だ？自覚がないのか。見たまえ、君の兄弟たちも集まってきたぞ。な、並べろ。はーい。何する気だ？さあ、実験ショーの開幕だ！
種まで捕獲できるとは。改めて歓迎するよ、エアリス。まとめて人間に近づく覚悟はない。私は約束の地の興味がなくて、ね、いや、そこ、この、いや、はお気をつけてね。出番のようだな。攻める。いや、任せるぞ。回復が必要か。せいで。おーい、そこのお兄さん。え？こっちこっち。お、俺？助けたいんでしょ？
ちょっと手伝え。ふん、よろしだな。いい加減悪ガキはやめなさい。覚悟はいい。はっ、切り替えよう。
お店の人が見つからないから勝手に作っちゃった。コスタデルソル、お店でもたまに作ってたんだ。いつか行けたらいいねって。セブンスヘブンでシェイカーを振ってたのがすごく昔のことみたい。そうだな、いろいろあったよな。クラウドは忘れたいって思う？辛いことや悲しいこと。忘れられない、辛かったことほど。うん、私も同じ。ねえ、クラウドの分も作ろっか。いや、いい。ティファのカクテルはセブンスヘブンを再建してからだ。バレットとの約束なんだ。いつの間にそんな約束したの？内緒だ。内緒にする意味わかりませんけど、いつか落ち着いたらただ海を見てぼーっとしたいね。北条のせいでめちゃくちゃだな。いや、我々のせいか。奴のことになると平静でいられなくなる。気にするな。目の前であんなことをされれば誰だって同じだ。ああ、次は噛み切ってやる。なんだかんだユーフィーに助けられちまったな。俺はあいつらに何もしてやれなかった。何もかも悪いのは北条だ。あいつをこのままにしておくわけにはいかねえ。必ず後悔させてやる。ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。他人を憎む気持ちは誰にだってある。気にするな。私は気にしちゃうな。先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと決断。あ、頼もしい。戻ろっか。その時の気持ちで決める。うん、そうだね。その時はよろしく。ああ。ううん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい女だよ。お見逃しなく。
おう、もう行くのか。バカンスの終わりだね。ま、ちっと騒ぎはあったけどな。ホテルに戻ろっか。海から遠いシーサイドジョニーな。このくらい平気です。おかげで助かった。その実は俺の大活躍を見てた女の子たちが教えてくれたんです。ホテルやカポの市長のこと。俺騙されてたのに何も見えてなくて。お金借りてるんだよね。返す当てはあるの？それが町を救ったヒーローをこれ以上カモにするならあんたの悪事世界中に広めてやるって女の子たちが市長に詰め寄って、気づいたら全部チャラ。おお、そりゃいい。コスタの英雄ジョニー、必ずやシーサイドジョニーを七つ星のホテルにしてみせます。うん、応援してる。今日のところは星なしジョニーだけどな。精一杯おもてなししますか。いて、うん、ありがとう。おいおい、大丈夫か。こっちっす。先が思いやられるぜ。